あとはストレート主体、この2人に対しては変化球主体、フォークボールですよね。スライダーあるいはフォークボール、このあたりをうまく駆使していこうという古田。昨シーズンの成績です。不明、バットは振りません。松井、松井は変化球でも山本小さん、とにかくうまくこう前が取れて止まって打てるようになりたいということを言っていたんですが、おそらく変化球で来るでしょうからね。そのあたりが自分がこう練習してきたものがこの開幕戦に出てくるかどうかですね。そうですね、まあ、このボール2からこれですね。行った、はい、行ったか、行ったか、行ったか、どうか、どうか、どうか、入った。松井開幕戦逆転ホームラン、開幕戦逆転長打。3回の裏、松井秀喜97年の第1号、右中間ライトスタンド逆転ツーランホームラン、3年ぶりのアーチをかけました。開幕戦3年ぶりのアーチ、